第4期の大量絶滅は、新生代第4期に起こった、古生物の大量絶滅である。本校においては、更新予後期の絶滅を中心に解説する。第4期の中では、関心予、すなわち1万年前から、現在の期間においてもホモサピエンスの環境破壊による大量絶滅が進行中であり、地球上の生物の少なくとも50%以上が、 絶滅する見込みであるが、これについては、本校での記述の対象としない。第4期の大量絶滅は、更新予の後半、概ね最終表記と、その終了後に起こった。主に絶滅の対象となったのは、メガファウナと呼ばれる巨大型の動物症である。これらは、特に、アメリカ大陸やオセアニアに発達しており、大量絶滅もこの地域で最も激しかった。 最も壊滅的な打撃を受けたのは巨大化が進んでいたゾウ目である。デーノテリウム化、マストドン化、ステゴドン化、ゴンフォテリウム化のゾウたちは枕を並べて全滅し、最後に残ったゾウカモマンモス族が滅び、アフリカゾウ、アジアゾウ、マルミイミゾウのわずか3種の実が生き残った。しかしこれらも関心よ大量絶滅を生き残れる可能性はほとんどない。 アメリカ大陸で繁栄した、イセツウアメも、メガテリウムグリプトドンなどの大型種が絶滅した。オセアニアで繁栄した、ユータイ類も、リプロトドンプロコプトドンなどの大型種が絶滅した。また、南アメリカ大陸に生き残っていたマクラウケニアが、絶滅したため、かつ去メが消滅した。ネコメもスミロドンダイアウルフホラーナグマ、アメリカライオンなどの大型肉食獣が絶滅した。 クジラ玉、ヒズメメのヤベオオツのシカスタックムース、ステップバイソン、ウマメのエーラスモテリウムなど大型草食獣も数多く絶滅した。その他にも、爬虫類のメガラニアメイオラニア、鳥類のテラトルニスコンドルなどが絶滅した。ヒト族についてもサピエンスが急速に全世界に拡散し、ホモエレクトスやネアンデルタール人などの化石人類が駆逐され絶滅した。 第四期の大量絶滅が起こった原因については、全世界に広がったサピエンスの乱獲により、滅ぼされたとする過剰殺戮説と表記と魔表記を繰り返した更新よの急速な気候変動により滅びたとする気候変動説が対立しており、現在も賑やかに議論が続いている。どちらの説も絶滅の時期や動物症と一致しない部分があり、 十分な説得力を持てていない。また、マンモスについては伝染病により絶滅したとの説もあり、治療、気候変動、伝染病などの複合的な要因により、大量絶滅が起こったという玉虫色の説明を行う学者も多い。疑似科学では、オーストリア人、アレクサンダー・トールマンの超古代水星衝突説がある。彼の主張によれば、 9500年前に地球に氷水星が衝突した。この際の大津波により、聖書の記述通りのアの洪水が起き、プラトンの記述通り、アトランティス大陸が沈み、その他世界各地の神話通りの大災害を起こして、回ったという。さらに舞い上がったゴミにより寒冷気が訪れ、マンモスなどの大量絶滅が起こったという。この説は、 欧米の創造論者や超古代文明信仰者に一定の指示を得ている。また抵抗心仮説において、しばしばマンボスの長すぎる牙や大津の鹿の大きすぎる角を取り上げ、これらの動物は大きすぎる牙や角のせいで滅びたと説明される。ありがとうございます。